What's up YouTube、 おはようございます、こんにちは、こんばんは。アクサリグループマスターです。今日はカンスタグラムプレゼンツサバイバルゲームが行われます。今日はその様子が撮れたらなと思います。それでは皆さん、戦場へと向かいましょう。ウェイユ、お疲れ様です。お疲れ、お待たせ、ありがとうございます。イエス、いやいやいや、それでは向かいますか。はい、これナイス、ありがとうございます。ナイスバネ、ナイスバネ、昨日まで100回、200回ぐらい行っちゃいましたサービスが過ぎるよ。なんかあれ、ペンを出します。ガッデメ。ラリバリサリ、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 ラリバリ。もっとプロレスラーだもんね。その情報だけ取っといた。うん、ずっとケツ取ってる。拝見してて、はい、この前の一部の上、一部の上司を。こんにちは、大山優です。よろしくお願いします。全然違う。はい、ちゃんと挨拶して。右から見ても、左から見ても、大山優です。ナイスパニック。ありがとう。救われたね、ナイスパニックに。ちょっと今日は予想外の暑さでしたね。暑いっす。あまりにも天候が良すぎる。危ない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 、重厚は良くない、暑さがね、うん、そうさせる。本当暑がりだからね、韓国。マスクすらもつけない自信があるんで。そんな自信はダメよ。マスクはつけた方がいい。マスクは絶対つけよ。じゃないですか、これなるね。もし目だけのゴーグルとか。これで全員ですか、じゃあ。イエーイ。何？あれさっきの名簿って何？さ、あの名簿知ってる人、名簿はあのレンタルのとことかですか？名簿です。あ、書いてない人います？まだ名簿書いてない人、こっちの名簿。怖くなってきた。
結構バチバチやり合うんですけど、普通になんか戦場だね。戦場ですね、森の中の。カンさん雲に弱いって。じゃあ赤チームの皆さんこちらお願いします。はい、ここまで来ればいい。ここまで来てあの旗を取ればいいってこと。うん、え、どこになったんですか。あの BQ、 BQ のどこに。え、 BQ のあそこ今どこに置くの。分かってる、分かりやすく、そこね。じゃあ家こうはさっきの元に。それね、下のさ、これダイヤルを回すの。いや、回してるんですよ。全開に？はい。途中回さないとダメだって言って。回して。あ、止まっちゃったっすね。なんだろう、見てもらった方がいいかもね、一回中。これぶっ壊れてるって。うん。え、ロック下したとかじゃないの？いや、すいません、すいません。銃変えてていい。うん、変えた方がいい。撃たれそうな。丸腰だもんね。でもそれはさ、特殊すぎない。顔でこうやってんのは特殊すぎない。それはちょ下手くそがすぎるぜ。この肩にとか。そう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 。なんかちょっと疲れるなと思った。ああ。マジ蚊が立たないんだけど。だってもう実弾だったら顔にもろもう顔にも血まみれになっちゃうよ。カンさんのはかっこいいんだよね、銃が。俺弾出てないですね。変えてもらった？あ、もうバッチリだ。まだ黄色いやつは敵だから。よーい、スタート。よっしゃ、ワンキル取ったぜ。よっしゃ、ワンキル取ったぞ。え、今のってどうなったんですか。勝ち？俺終わりとか言ってくんないからさ、もう今の今までこうテンション高めに戻ってきたんだけど、大丈夫なのこれ。え？赤結構もう早くに回ってたでしょ。え？赤チームめっちゃ早く回ってなかった。回ってた？一回陣地戻りましたみんな。戻ったみんな黄色。いや、すごいっすね。お。ね、すごい首狙われた。首やられた。うん、俺ヒットさした。よっしゃ、気持ちよかったわ。キルすると気持ちいいわ。じゃあ皆さんいいか。はい、じゃあ赤チームが今回はオートで OK なんだっけ。
今回オート解禁。Okay. おいで、あー、やられました。やられた。うまいな、チキショー。そこか。やられた。戦場カメラマンしてる。戦場カメラマンやられたよ。戦場で。どこで第一弾？え？どこで？一応向こうで下町連中にやられた。いないっすもんだって。もう全然先にバーッと走ってちゃって。なんかうまいよだから。すげえいい場所取って。プラーとか言って気づかないうちに撃たれてるみたいな。いやー、ドグマさんやんないの今日？そうなんですね、今日はあの戦場カメラマンそれじゃ俺じゃん。まあそうなんですね。カメラ持ってんの今日？あの iPhone で。あ、 iPhone で撮るんだ、はい、戦場の様子を撮影しようかなと思います。いえ、とりあえず3試合目相手のアラーム鳴らしました。いえ、我々のチームの勝ち。楽しくなっちゃったんですか？それはないぜ。それはないぜ、カン君。そうじゃ、またね。もうこのまま行くの？気をつけて。お疲れ。またね。お疲れ様です。お疲れです。お疲れ。ダウンタウン。ドグマはまた秘境を探しに行きます。ちょっと今回はここで芋ってみようか。ナイス。どこにいるの？危ない。あ、スカイ振ったな、あれ。あ、ポニーかな。捉えた、捉えたなり。本当？まだ気づいてないなり。ナイスじゃん。やっぱスカイフッカーだったんだ。フッカーいい位置から打ってくんね。
最後の最後で締めが甘いんだけど、いや、もうタイマンやと思ってました。あ、そうだ。タイマンの気分で考えてない。はい、2人倒した2人倒したナイスだったね。スカイフットっていう人と、うん、ナイスナイスナイス。分からん、すげえキッズが2人も。あと3分にしようか。ラスト3ミニッツ。あと5分でも大丈夫だ。ラスト5ミニッツ。それで半ちょうど5分。取った？マリッペ取ったんじゃん。マリッペ。マリッペだ。ナイス。ナイス。ナイスナイス。マリッペ取ったんですか？すげえ大活躍だった。やったど。おおすげえ。2回目やったど。ナイスマリッペ。もう試合終わったよ。終わり。終わり。終わり終わり終わりだよ、狙うな。ナイスと言ったら、イエ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 イ、お疲れでした。よし、またお疲れした。お疲れ様です。ランディ、ワーディ、あ、もう一回。お疲れでした。よし、カズさん、お疲れでした。一言いただいていいですか。ナイスパニック。めっちゃいい顔してる。ウコまた、ウコまたね。お疲れ。またやりたい、ぜひ、絶対。はい、お疲れ。お、ナイス。10倍ぐらい楽しかったです。もっとかな、ね、結構楽しかったね。めっちゃ楽しかったですね。暑さが本当に、暑さだけは本当にちょっとえぐいレベルでしたね。真夏だったね。真夏のサバゲーはちょっと、剣道部だったんですけど昔、なんか思い出しちゃった。結構ハードな部活じゃん。結構ハードでした。そこ思い出しちゃった。はい。